キッチンは海外の方用に作られたデザインなので、食洗機が入ってたりオーブンが入っていたり、まあ、カウンターも少し高めで全体的に海外のような雰囲気があったので、ここはウッドを入れずに白と黒とグレーで構成したいなというふうに思っていたので、ゴミ箱をグレーにしたりとか椅子を黒にしたりとか考えながら作りました。スカオプさんのカトラリースタンドは大きさもちょうどよく形も可愛くてすごく気に入っているんですけど、大きさもいろいろあるのでいろんな形で買っています。ジョセフ・ジョセフのゴミ箱はこの家のために選んだもので、冷蔵庫の隣に置きたかったので大きさもちょうどよく分別もできて、何よりカラーリングが気に入って選んでいます。ガラスのケトルはイエナグラスさんのもので、透明のケトルが好きで、鍋も透明とかが好きなんですけど、お湯が沸いている様子が見えるのがとても美しいので、これは3代目です。ヒースセラミックスのお皿はとても気に入って最近もよく使ってるんですけど、丈夫で重さも適度にあって食洗機にも使えて電子レンジにも使えて、日常的に使えるものだけどデザインが素敵というものは今の私の暮らしにとってはすごく重要なので、ヒースさんはとても使いやすくて気に入ってます。カイボイスンのカトラリーは仕事でも日常的にも愛用しているんですけど、特にベビーカトラリーは何本も購入していて、子供にも小さい頃からいいものを使わせてあげたいなという気持ちもあり、親としても見ていて可愛いベビーのデザインっていうのは気持ちがいいので、カイボイスンのベビーカトラリーはお祝いでは私の定番になってます。お茶はとても好きで朝夏以外必ず入れるんですけど、紅茶、緑茶、ウーロン茶、抹茶、いろんなお茶とそれに合わせた茶器を買うのが好きで、一つの趣味なんですけど、いろんな国のお茶を集めたりするのも好きです。キッチンがこの家で一番明るい場所で、この家を選んだ理由の一つにはキッチンに窓があって明るいという条件があったんですけど、朝は一番ここが光が入るので、ここで少し書き物の仕事をしたりとか植物のお世話をしたりとかもこの場所でするんですけど、お茶を入れてハイスールに座って一息つくっていうのが結構癒しの時間でもあります。